藤田和弘と、はい、NHK で勝負したことがあって、はい、君だけは分かってくれる今までの自分が間違ってたんだって思っちゃって、それから後の G ガンダムは自分で読んで泣く回ができたんです。年齢も60を超えたから、はい、もういいだろうと、今までの俺はいいだろう、はい、新しくなろうぜってことで、はい、まさに生まれ変わりですね、うん、冬のコミケでも出したんですけど、はい、生まれ変わった島本和彦の40周年記念本っていうのを出して、はい、何が生まれ変わったかっていうと、うん、やっぱり自分の今の漫画見てたら、今までの見てたら、うん、逃げてると、うん、こう逃げてるっていうのが分かったのは藤田和弘と、はい、NHK で勝負したことがあって、はいはい、連漫か、要するに一つのこういう、紙に自分でコマを割ってお互いに書いていって、はいはいはい、誰が一番魅力的なコマを書いたかって勝負だったんですよ、うんはいはい、でそれでお互い一コマずつ書いてって、最後に私がパンチを出して藤田キャラを殴るってシーンがあって、はい、あこのお互い必殺技を出させようみたいな感じで進んでたんだけど、もうそろそろ出さなきゃいけないから私が殴っちゃったんだ、はいはいはい、殴られたかったんだけど、はいはいはい、そしたら、うん、それをかっこよくふって笑って倒れる姿を藤田和弘が描いたら、控え室の審査員室からいやーって声が聞こえて、ちょっとやられたなと思ったんですよで最後に、はい、それを一応私なりに、はい、中和するような絵を描いたんだけど、うん、私の考え方っていうのは今まで見てきた流れを書いちゃいけないってずっと思ってたから、車に構えてベタな流れをしつつ最後ひっくり返すっていうパターンがオリジナリティだと思ったの、はい、ところがその藤田和弘の描いたベタベタなかっこいい絵でキャーって言ってる、しかも審査員全員藤田上げたから、はい、その時の衝撃といったら、ライムスター歌丸さんが私のファンだって言ってるのに、はい、藤田側に挙げてた、はい、あ君だけは分かってくれると、歌丸俺ね、君だけは深読みしてくれると信じてた、はい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 、やってますからねずっとライムで、ね、はい、そっか、はい、もうね、はい、心から衝撃を受けてしまって、はい、うん、ものすごい落ち込んだんですよで負けたから落ち込むっていうよりは、はい、今までの自分が間違ってたんだって思っちゃって、はい、それでその一泊してそのホテルに泊まって、藤田さんが私に対してちょっと哀れみの電話をかけてきて、哀れみかな、友情、はい、うん、島本さん、あんまり落ち込まないでくださいと、うん、ちょっと今日会いましょうか、池袋来てくださいと、で池袋に行ったの、はいはい、そしたらこの前ね、編集さんが、うちのスタッフと私をね、メイドカフェに連れてくれたんですよ。ほうほうほう、そこに行きましょうかって言って。で、藤田と私が連れ立ってメイドカフェ行くの。何して池袋の。はい、めちゃめちゃ面白い絵面ですね。はい、メイドカフェ行くでしょ、はい、で、座るでしょ、はい、で私メイドカフェ行ったことないでしょ、そうでしょうね。で、座るでしょ、はい、そしたら、はい、可愛い女の子が来てですね、はいはいはい、このお店のルールを説明してしますっていうの、はい、そしたら、うん、藤田さんが、うん、俺たち今から漫画の話するから、うん、君たち来ないでくれないかって、うん、行かなくなるじゃないもう分かんない人だな、カラクリだな、カラクリサーカスだな、これすごい困ってんですよ、はい、それはそう、それはそうですよ、その小鳥って女の子が困ってるわけですよ、はいはいはい、小鳥ちゃんが小鳥ちゃん見てるかもしれない、それでどうやる、でもちょっと待ってよって藤田さん、はい、彼女たちの仕事があるから一応聞こうぜって言って、はい、じゃあ ここはちょっとこっからあんまり覚えてないんだけど、学校かなんかで、森の学校かなんかでいろんな人が動物がいますみたいな話をするわけですよ、動物の森だったんですね、うん、でその時に藤田さんの目を見たら、はい、すっごい光ってて、はい、どう光ってるかっていうと、はいはい、その設定に穴がないかどうか俺が確認してやろうみたいな感じなんだよ、わかんないよ、怖いな、楽しんでくれ、怖いな、もうね、編集者みたいな顔で見てる、はいはい、うわー言わないで、何も言わないで藤田って感じなんだよ穴きっとあるから、その設定にはところどころが可愛いんだから、ところどころね、それはどうしてなのとか聞いてるんだよね、聞いちゃった、私のネームを見るときも藤田さんは
これはどうしてこうなんですか下本さんって言ってくるからね。えそういう方なんですか藤田さん。あのね結構リズメなんですね。あの新人のネームを見るじゃないですか、はいはい、で私はもう私に見せた以上私の答えを言うしかないから、うんうん、これは私はこう思うって言っちゃうの、はい、でも藤田さんは相手をすごく尊重してて、はい、自分の答えは一切言わないで、はい、なぜこう思ったのとか、はい、なぜこうなのって質問なんだよね、はい、うん、はあ、うん、だからね、うん、そこが違ってて、うん、私もなんか中途半端な短編読み切り出したらもう藤田さんが電話かかってきて電話かかってくるんだ。短編読みましたよ。あれはどういうことなんですか。担当編集者だ。めちゃくちゃいい友情ですね。すんませんって感じで。ごめんな。謝る。考えてないんだよみたいな。あれはニュアンス。あれはニュアンス。いやそういう感じでかなり話があちこち行ったな。めちゃくちゃ面白いっすね。それで、あの藤田に負けて、はい、すごい反省して。俺は今からベタをやるぞっていうことになって、はいはい、あの G ガンダムの連載してて、はいはい、あのまあ基本的にアニメの原作はあるんですけど、はい、あのラストをその時から意識して、うんうん、感動もうねあの車に構えた、はい、奇抜なラストではなく、はい、王道を言ってで泣かせるとはどういうものなのかを今からやろうと思って恥ずかしいと思ってたセリフをどんどんやり始めたんですよ、はい、でその結果その3つぐらいそれから後の G ガンダムは自分で読んで泣く回ができたんですよ。あれはちょっと嬉しかった。それはすごい。あの印刷あのガンダムエースが送られてきて読んで泣いてんだよね自分で。チボデーの回なんだけど、はいはい、ランタオ島でチボデーとやった回なんか、はいはい、素晴らしいと思ってちなみに自分に感動した。東京都在住の森川ジョージさんから、はい、あの G ガンダムの漫画読んでますって伝えてくださいと。森川さん元気ですか。今望みに LINE が来たの。一応まあ、はい、まあ下先生いらっしゃいますっていう、はい